好期のメキシコ西部に生息していたハドロサウルス浄化の属の一つ。フエフエカナウトルスは二個体分の標本から知られる。ホロタイプイム6253は断片的な頭骨と4つの頸椎、9つの胴子、4つの胴の神経棘その他諸々を含む体骨格である。より小さいパラタイプイム6254は左の歯骨、2つの歯。 全関節突起からなる。両者は、ミチョコンのチューゾントラのバランカロスボーンツで採集された。ホロタイプは発掘サイトの第6スポット、パラタイプは第3スポットから見つかっている。地層は未明名で、地質年代は、サントニアン、約8580万から8350万年、前である。ラミレスバラスコリミリズバラスコラは2012年に、 ふえふえかなウトルスをユニークな特徴の組み合わせによって独自性を主張した。例えば、シリツ弓の第三交合面と第三交合面に露出した二つの葉をそれぞれ示している。七つの潜椎と交物遺骨に背の高い神経棘があり、代用する脊椎の中心より3.5から4倍高い。クラオサウルスのように、その上肝骨薄のプロセスは、 中央の腸骨板の長さの75%であり、頂点は座骨関節の角の上に位置する。他のハドロサウルス類とは異なり、腸骨の端に変更された前棘突起を有するので、プロセスの二等分線は座骨及び地骨によって確定される水平面に対して130度未満の角度を形成する。笛笛カナウトルスは上関骨薄プロセスに隣接した腸骨板が 背側の円の非常に深い王上の輪郭を有する点で基盤的ハドロサウルス類と区別することができる。2012年のラミレスバラスコラによる系統解析ではプロバクトロサウルスよりも派生的だがハドロサウルス科よりは原始的なすべてのハドロサウルス類からなる大きな多系統群にぶち込まれた。クラオサウルス、ジェアワティ、レブネソビア、ナイアンゴサウルス、 シュアングミアオサウルスそしてテルマトサウルスを除外することにより、その分類群はより妥当なトポロジーをもたらした。以下のクラドグラムは、フエフエカナウトルスと他のハドロサウルス上化との系統的位置づけを、このトポロジーによって示唆している。フエフエカナウトルスヒューエーカナウズレスは、アンゼル・アレハンドロ・ラミレース・バラスコラによって2012年に命名された。種は、 ふえふえかなウトルスティックイケンシス。俗名は、ナワトル語で、太鼓のを意味するヒューウェートとアヒルを意味するカナズリーの組み合わせである。論文に載せられた発音記号では、ウェウェカナアートレス。種ョ名は、フィールドシーズンに探検隊が世話になるティキチェオの街に、ちなんでいるらしい。ありがとうございます。